皆さん、着きました。こちらが去年ぐらいからずっとやってる、ああここがポップアップなんだ。じゃあ両方見よう。はい、ここがディオールの期間限定のなんかストアみたいな的な感じらしいです。どっちから行く？タンバリン使われるか、入るか。いらっしゃいませ。あ、ノー、リザベーション。Yeah. Thank you. Thank you so much. タンバリンズ。ポップアップやってる、ちょうど。独特だね。これは一体何なんでしょうか。アートですね。触ってはいけない。アートです。収穫ですかね。収穫ね、収穫ですね。この栗も、あー、なぜよー。 This is made also Thank you.なんだろう。あ、どんぐり。あ、すっごい広いのかと思ったら自分たちが映っておる。そしてこれはあれですかね、マスクもオブジェなんですかね。どうしたのこれ。マスクもアートですかね、これ。先生、先生、どうもありがとうございます。このね、全体的な香りも、あのタンバリンズの。わー、この香りだよね、要は。すごいね、石鹸の形がもう独特。何の匂いが。私が買ったのはこの、うん、これなんかお花っぽい感じの香り。でもシグネチャーはこの2つ、このフェイみたいなやつか、このトリプルゼロが全部、なんかこの2つがシグネチャー。どう？これがリミテッドでしょ、多分。ですよね、うん、ちょっとメンズっぽい香りでしたね。どう？どう？あ、本当だ、香水バージョンもあるよ。え、これめっちゃいいね。これめっちゃいいね。私はちょっと好き。何サンダル？ウルベースの。ウルベースね、色気。例えていいかどうかわかんないですけど。
え、どれだろう。でもボディクリームがいいよ。あ、なるほど。選んでおります。これ何にしようか。これ何にしようか。香りが同じ。ギャグが。わー。あ、そういうことね。43,500円。手洗ってみた。ハモがサンダルで。ハモ。ハモ。すごいオブジェが飾ってあるけど、これはちょっと YouTube 的には映せないやつ。この星からのトゥルーン。人があ、ちょっとこの辺で。ありがとうございます。はい、はい、焼きましょう。はい、これね。そっちから来たじゃないですか。うん、先生、え、ちょっとディオール入らないで帰るんですか。先生、いい加減にしてもらっていいですか。ちょっと行くのかと思いました。映え写真だけじゃなくて、一応ちゃんと中に出演いたしました。とんでもないですね。入りましょうよ。アイボー、アイボー。じゃあちょっとここまでだと思うんで、技術が高すぎて2人ともちょっと引くっていうちょっとしたインスタグラマー女子より上手、はい、なんかでも聞いたことあるじゃないですか、韓国人男性写真撮るの前に。めっちゃ写真撮らされるから上手くなるっていう話を昨日マリナ氏からも聞いたいね、はい、これだわ。喧嘩してるって言ってましたもんね。そうじゃないそうじゃないって言われるっていうのが多分撮らされてるんでしょうね。すごいな。素晴らしい。そこは見てもらって、うん、大満足。アップしましょう。はい、大満足。すごい。中も全部すごい丁寧に説明してくれて、コレクションとか、うん、リミテッドアイテムとか、あと本ケース、かおちゃんが持ってる黒いやつにチェーンじゃなくてスカーフを巻くと、あの韓国スタイルで可愛いよっていうのも教えてくれました。勉強になりましたね。はい、バレバレ。可愛かった、はい、大満足の、リミテッドのこうディオールのポップアップストアでした。これはすごいな。というわけで今回はここまで。タンバリンズ、ディオール、みんなと一緒にお店を回っている感じいかがだったでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョン。